うちの母ちゃんがさ、カズ来たよってリアルほら道場でな、これでもがつぐやって3年生、5年生そう2つも当たる何買ったか知ってます？別所サンダルですよ浜野家の兄弟事情のその価値観っていうか、それがちょっと今世に問われてる国士官のあの大組織を率いてる男にビビっちゃったって何ほぼ昨夜の上の学校に取り返して信仰じゃないんだよ俺は。今まで俺がやらしてたラインを子供たちだけでそのラインキープしてるから、ちょっと前よりもいいです。いろんなやり方をしてまで子供たちを日本一にさせたいと思われる。このやり方で日本一になれなければそれでいいと思う。もうそろそろしまいでいいんだなって思って、俺って本当にこれやりたいのかなって思うときがある。次選んだステージが2人の本当の性格の違いが出るのかもしれないね。はい、皆様こんにちは、川野和道です。いつもお世話になってます。本日の動画はですね、以前からあのリクエストを結構いただいてまして、思ってみれば初めてかっていうところで、以前僕のラジオにはあのゲストで出てもらったことがあるんですが、こちらです。はじめましてどうもよろしくお願いします。まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、国士舘中学校で柔道部の監督してます。まあ名将ですけども、私の弟です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、どっちがどっちか分かってらっしゃらない方兄弟ということで意外と間違えない、意外とよく間違え、未だに間違えている人もいるということで、まあね、ちょっとせっかくなんで公園で撮りたかったんですけど、風がちょっとうるさいので、お宅にちょっとお邪魔していいですか？あ、もう汚いですけど、子供の声がちょっと雑音で子供もうるさいんで元気いいもんね、子供ね。いやいや、かわいいんだよね。なんだっけ、出雲と、つぐもと、八重もです。八重も全部もです。いやいや、とにかくもうちょっと一回自宅にね、お伺いして、はい、まあちょっとゆっくり対談してもらおうかと思ってますんで、興味ある方、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、ということでですね、川野成道邸にお邪魔しましたが、ここ3階ここ、3階の子供部屋になります。何階目であるんですか、これ3階目どうもねいや、でもすごいよね、世田谷の一等地に3階建て縦長ですけどね。かなり縦長です。こうやって歩かない、横に長い、そんなに狭い世田谷の事情ね。はい、そうです。いやいや、だって倉敷の我が家なんかさ、でかいからさ。いや、すごいですよ、ね。いやいやいや、借家だけど。前にあった一軒家を建て壊して、そこに3軒建ててる中の一軒ですから。あ、そうなん？そうなんですよ。え、なんつうのね。いや、そういうの全然わかんないです。自分の家なのに。でも奥さんがやってるんで、全然わかんないです、そういうの。全然そういう知識がないんで。まあまあまあ。いやいや、あれだよね。でもいいね。いやね、あれですよ、視聴者の皆さん。弟の川野成道先生は、まあお兄ちゃんの私川野和道がね、持ってないものを全て手に入れてるというね。まずは、マイホーム。ね、それから子供、子供、そして日本一の称号。だって日本一何回なったのもらって。日本一は僕は監督なんて夏の全中だけだと6回か、6回ですね。でそれはもうそんな別に私がなったわけじゃない。いや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 、じゃあ俺も言ってみようかな。私がなってみたいわけじゃないって言ってみたいなぁ。6回なってんの？夏は6ですね、全中は。で、あと？まるちゃんも6だったかな。まるちゃんが6か7。うん、で、金獣杯が、うん、今名前変わりましたけど、うん、2回か。あ、春がもう少ないですね。なるほど、やっぱ夏の国士舘だ、うん。そうですね、もう入ってきた時に弱いかな、年に。名称中の名称なんだけど、やっぱ今日こうやってね、まあ、年に一回だけ、やばないのほら、鈴木啓司のチャンネル、対談でさ、カズ、はい、先輩は、トラさんなんですよって言ってたじゃん。今日も、今日も、まあまあ、正月なんですけどね、今日も、一年ぶりに来たわけだけど、来た時に、うちの母ちゃんがさ、あら、カズ来たよって言って、リアルトラ。いうことでさ、まあまあ、
でもこうね、柔道でまあそういう結果出してる監督だけど、やっぱ家庭もしっかりあれしてるよね。あ、そうですね。まあいい学、なんていうの、まあ柔道を一生懸命こう子供たち面倒見てやらせていただいてるんですけど、うんうん、まあ家庭をとにかく大事にしたいなっていうのは僕の中では。いやー、はい、今時のもうナイスな働き方だよね。いやいや、俺思うよ、ね、家庭を、まあ、犠牲にするような働き方は、やっぱね、刑事もこの間斉藤先生が言ってたって言ったけど、うん、家庭を犠牲にするような働き方ダメだって言って。うん、まあ、俺の場合は、なんつうの、家庭って言っても子供はいないんだけど、まあ、うちも俺はずっと俺いないけど、うん、まあ、割かし嫁さんが大事にしてる方かなと思ってはいるんだけど、うんうんうん、いやいや、子供たちの伸び伸びした姿、しかしお前3人目ができたでしょ、うん、まああれまだ3人目がまだおとなしいからいいけどさ、これだいぶあれじゃない？いや、この前これ築3年なんですけど、うんうん、もう多分2年後ぐらいにはもう壊れますよ。間違いなく壊れますよ。なんであんなアグネッシブなの子供たちは。いや、もう、いや、でも俺も嫁さんも、やっぱやんちゃだったから、もともと。まあそうなんです。血筋っていうのももちろんあるんですけど。まあ、ただやっぱその子供の幼稚園の時に、そのスポーツ幼稚園に、うん、子供たち通わせてもらってるんで、うんうんうん、まあとにかく体を動かすのが。バディだよね。バディですね。はい。好きなんですよね。いや、動くよな。めっちゃだから体力あり余ってる。結構運動神経いいやろ。運動神経しない。ちょっと俺インスタでちょっと流そうかと思ってた。さすがにちょっと YouTube じゃちょっとネタ的にちょっと足りないんだけど。いや、めっちゃアグネッシブだなと思って。全然柔道やらないですけどね。あ、柔道やらないんだ。柔道、まあ、やるは言ってるんですけど、うん、2番目の子は柔道やるっつってんだけど。うん、でもな、やっぱなんか、なかなかその時間、機会っていうか、私もあんまりこう子供たちと一緒にいらんないから、うんうん、なかなかそういうきっかけが、まあでもさ、俺さ、やんなくていいんじゃないの？だからやりたきゃやれいいけど、うん、長男はもうずっとサッカーにハマってて、サッカーやってんの、うん、サッカーずっとやってて、うん、で本当は柔道やらしたいんだけど、うん、ただ俺らがやっぱそうだったじゃん、やっぱさ、監督の息子っていうことがあってさ、ああそうだね、だからやっぱ俺らに、まあね、もちろんいい思いもさせてもらったりとかしたけど、でもさ、正直さ、やっぱ聞きたくないこと聞いたりとかさ、いろいろあったじゃないですか、まあまあ、だからやっぱりその本当に子供が柔道絶対やりたいって言うまでは、うん、やらせるのやりたいっつったらもう手元離した方がいいよ。そうだね、もう俺に預けた方がいいよ。作業に俺に預けた方がいいよ。絶対作業もうスペシャルにして返すから。あれどうしたらいいっすかお前。なんか違う。奥さんも柔道されてたでしょ。そうですね、まあそんなに本気でめちゃくちゃっていう感じではないですけど、なんか好きで柔道だって、教員でだって結構頑張ってやる。そう、教員になってからうちの奥さんはすごい頑張ってる。そうでしょ、うん、それはだから公立の中学校でさ、本当に出会う前から、出会うっていうか、そのまあお付き合いするとか親しくなる前からそれはちょっと見てました、ね、うん、で俺じゃん、奥さん指導しないの？なんか今多いやん、なんか女子と男子とか。だから指導は。ちょっと俺これ目がね、だから仕事被ってるから。これちょっと。ちょっとこれ緑なんだよ。緑やん、それ。白黒になっちゃうんで、ちょっと。うん。で、うちの奥さんは、うん、だから今その表に出てってことは全然やらないですけど、うん、本人もやりたくないって言ってますけど、うん、ただ、今国際中学校って結構素人の子いるんですよ。うんうんうん、今回もその、実はその、ある一つの全国大会の大将。ちょっといい。ちょっとさ、何見せて。はい。視聴者の方に怖いんだけど、こっち来たね。すげえ違和感がめっちゃあって。すげえ。いや、素人の子もいるんですよって。俺さっきまで普通にね、そうそうそう、ちょっと普通にしてもらった方がいいかなって俺的に。了解。仲悪いんかなと思って。それね、よく聞かれる。なんで仲いいの？仲悪いの？ああ、まあ仲はいい。めっちゃ、いや、昔は悪かったわな。うん、いや、これね、ほんと笑い話で、小学校とか中学、小学校とか幼稚園の時は、ほんま喧嘩ばっかりしとったよな。うん、ほんましだ。もう、なんか、こいつマジって俺ら何回も思ってたし。これ何だったんだ？あ、じゃあやっぱね、好きなんだよ。うん。好きなんだよ。だ、出雲と。そうそうそう。だね、あの、見てるとよくわかるんだけど、やっぱね、次男はね、長男にね、かまってもらえてんだよ。ちょっかいかけるんだよ。うん。だから好きな子にスカートめくりするっていう、同じ感覚なんだと思うんだよ。
そういうあれかな。で、一回俺が3年生ぐらいの時にさ、うん、もうあんまりにも俺の態度が悪いからさ、昔の時に。覚えてる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 。幸せでさ、親父がさ、そうそうそう。カズイチ、やってやれみたいな。そう、道場でな、これでもがつぐらいやって。3年生、5年生。そう。で、俺いつもさ、結構遠慮してたじゃん。もうお兄ちゃんだし、抑えてたけど、これももうここやっちゃろうと思って。とっくみ合ってやってね、ボッコボコしたんだよね。一発も当たらない。こんななんて書いてるんですね、俺ね。でさ、うちの母ちゃんもね、母ちゃんがさ、ね、親父にさ、なんでそんなことしたのみたいな。なんでお父さんこんなことやらせんのって。いや、でもすごい男親と女親の違いだよ。俺だってあれすごい良かったもんな。うんうん、やっぱりさ、男同士でさ、まあ小学生じゃん。で兄弟でさ、とっくみ合ってさ、親父もさ、もうそんなお前らガチャガチャやってたんだよ、もうやれっつってさ、うん、女親はやっぱりさ、そんなあれだけど、まあ男同士でよくあることじゃんか、そんな喧嘩なんてさ。でもあれだよ、やっぱ、中学校入って、うん、やっぱり先輩後輩になったらやっぱ全然変わったもんね、こいつ。全然。ね。そうですね。あれやっぱりさ、同じ柔道やっててさ、やっぱこの国士舘みたいな強豪校に入ってさ、うん、やっぱりその、あ、先輩の凄さもわかるし、自分も後輩の大変さわかるしさ、そういうところの、あれはやっぱ大きかったよな。うん。うん。まあ、その前にさ、ちょっとこのなんていうの、兄弟愛っていうかさ、男の友情的なの芽生えた件も、別にこれちょっと時効だからいいと思うけどさ、ちょっとお兄ちゃんがさ、お兄ちゃんが昔、俺は中学生で、まだ小学生だったけど、うん、俺ちょっと公園でさ、なんか拾ってきたさ、某成人向け雑誌がさ、ってさ、ね。それ、いや、昔はさ、今と違ってさ、ネットとかもないし、なかなかさ、手に入らないし、うん、で、たまたま捨てたってたよ。あまりに好奇心に駆られて、うん、それね、発見するんでさ、それをさ、まあもうさ、それもう40、35年ぐらい前の話だからね。それをさ、持ってきた時にさ、二人で秘密を共有したんだよね。そうだね。あそこのさ、うん、箱の中に入ってください。初めて、うん、やっぱ親に対して二人で共同して、うん、戦略を立てたっていうか、うん、しょうもねえ話だけど、うん、でもやっぱり、何か、ね、何かで秘密を共有すると、やっぱり仲良くなるって、やっぱり本当だよ。うん。本当だよ。男兄弟。男兄弟だよね。本当に、うん、それはいいとこっていうか。うんうんうん、だから、俺ね、でもだからその兄貴は今でも本当にすげえなっていろいろ思うことがあるんだよね。でね、いや、まず、いいっすか言っているよ。いいよ。最初のそのやっぱ子供がさっきの話も言うけど、兄貴のことは俺は大好きだったっすよ。うん、大好きなんだよね、うん。で、それで、いや、なんか、兄貴が何かやることとかに、うんうん、やっぱ俺の兄ちゃんすげえなって、例えばね、昔、下駄屋があったじゃん。下駄屋、あったね。あったね。あそこでさ、うん、いや今みんなね、普通だったらその頃のさ、ちょっとこうさ、サッカーのスパイクで靴が好きとかさ、あるやん。ね、何買ったか知ってます？ベンチョサンダルっすよ。ちょっと待って。どこがってか、すごかったとこ、俺そこしかないよ。おたり巻いてね、サンダル履いてんすよ、それを。で、ショイントで歩いてる兄貴を見て、やっぱ俺に行っちゃって、やっちゃうね。いや、川の家の、川の家の兄弟事情の、その、価値観っていうか、それがちょっと今、世に問われてる。いや、あの時はね、俺が変わってんのは分かってたけど、君は大概だったのね。さあ、松陰神社にさ、なんだあれ、初詣かなんか分かんない、行く時にさ、いや、うちってさ、家厳しかったからさ、長ズボン履けなかったじゃん。半ズボンだったやつか、昔。でね、で、松陰神社行く時に、伊達政宗。おう、ゲスト。はい、自己紹介して。
一瞬、はい。はい。誰ですか？名前どうぞ。菅間くんは、長男ですか次男ですか三男ですか次男。次男です。何ですか？めっちゃおとなしいやん。どうしたどうしたさっき、ね、さっきの勢いはどうしたのじゃあね、すぐもまたね。下行ってね。じゃあ大丈夫。すげえなーって思ってたんだけど、これがだんだんなんかこう、年が上になるにつれてさ、こう、他の、やっぱお兄ちゃんの友達とかとも、こう接するようになってくるじゃん、俺も。ついてったりもして。だんだん、あれちょっと待てよ、と。あれ、俺の兄ちゃん、俺の兄ちゃん、ちょっと違うなっていう。あれって思い始めた時があって、で、ちょっと、あ、そこで初めて、あ、俺何って変わってんだって。あ、そこで初めてね。まあ、それまでそこしか見てないからね。そう。まあ、言って小学校の時は、そんなね、そう学校一緒だったけど、まあでもあれだよな、小学校の時もさ、ほら、俺、どっちかって言ったらさ、昔で言うとこの喧嘩の強いグループ。だから俺一番強かったじゃん、喧嘩。うん。だから俺の同級生に可愛がられてたもんな。そうだね。おかげさまでどこ行ってもね。うん。兄貴の友達には可愛がってます。うん、いやいや、ほんと俺の同級生もみんな前から、今だって俺の同級生とか、いや、めっちゃもう本当にあれだもんな。うん。いやいやいや、なんかで何今来たのはつぐもだけど、出雲は長男俺に似てんだって。いやもうね、変わってるんだよ、これがまた。そうか。会ってもいないし、その兄貴の話をしたこともないんだけど、うん、まず何が好きかって、サスペンスが好き。小学校1年生にしてサスペンスを食い入るように見ている。この時点でうまい。さっきだって俺のところに来た時は、ドラゴンボールカードをあれして、うん、いや、誰が好きなのこれ誰、これ知ってるとかって言って、うん、普通やんと思ったけど、うん、いや、違うんだよ。違うんだ。ところどころ、ワニキだなって思う。いや、こう、例えばさ、今ちょっとこれ今さ、わーって図鑑とか置いたんじゃん。子供部屋でしょこれ。ね、俺だったら惹かれるなってのはね、深海生物だね。多分、そういうの興味ある子なのかなと思って。で、この世田谷区の100円さ、これ君の趣味でしょ。これ、俺。そうだよね。これ、まあ俺。俺、すぐ思ったもん。お前好きだったもんな、こういうのなんかな。さっき俺、これまたインスタに言おうかと思ったけど、ふと見たらなんか本さ、なんか忍術の使い方の説明みたいな本があったんだけど、あれ、今あれなの、トレンドなの忍者とか侍とか大好きで、手裏剣投げるまでとかね。いやいや、まあでもまあそんな話もあれなんだけど、やっぱさ、やっぱ視聴者の人としてはさ、やっぱその、俺が便所サンダル履いてた話よりも、やっぱちょっとその、自由度の話してよ。ああ、そうか。いうところで、もうあれでしょ、もう何年目国士官。うん、中学。監督になって。たぶん、監督になってからは今年15年目ぐらいかな。ああ、そう、じゃあ俺の方が早いんだ。俺が作業の方が長いんだ。2010年に監督になったから15年目なのかな。来年度ね。まあでもさ、正直さ、まあ俺がほら長男でね、まあ普通のバランスから言ったら、まあ俺が残ってやるけど、っていうのが、まあまあ、まあ普通じゃん、長男だし。だけど、結局さ、俺はさ、もうなんかさ、いや、かっこいいこと言ってるよ。いや、その、地方でやりたかったとかさ、ね、柔道っていうものに対して反発があったとか、なんだかんだつってやってるけど、でも要はさ、なんかその、国士官のあの、大組織を率いてる子とかにビビっちゃったってのある。俺無理だよ、できねえよ、こんなのつって。で、それやってるわけじゃん。やっぱプレッシャーでしょ。いやね、正直、まあ、なんていうの、まあ、その子供もね、もちろん生徒たちは、もう本当に、まあ、可愛いしね。うん、で、まあ、やってる時はもちろん夢中になってやるけど、正直、まあ、今、ここだから言うけど、うん、本当に面白いなと思ってやったことはないです。面白いなと思ってやったことはないです。まあ、ここだからって言うけど、これ結構流れちゃうけどね。いや、いいよ。まあ、いいよ。でも、まあ、これ本心だから、うん、いや、それは俺の YouTube のコンテンツだから。だから、すごい、だから今回も、いや、俺マジで本当に生きた心地はしなかったのは、うん、大学が日本一だったでしょ。うん、ああ、そうか。うん、で、ね。高校も、なって。日本一になって。うん、で、結局、中学の全中って一番最後なの。なるほど。あれはね、本当にね。そうだよな。まあ、子供たちも、俺は絶対そんなこと気にすんなって言ってたけど、あれは結構、やっぱもう、地獄だったよね。プレッシャーが。うん。やっぱ中学で、中学負けた。いや、うちらが中学が、もう強くないから、いつも、本当に。
だから、まあ中学校の子たちが3年間下地を作って高校からガンって上がってくるのが、ね、うち、俺が今、こう、やり方としてね、そういう子供たちも俺はこう、預からせていただいて、さっきも言った通り、うちの子たちなんか、本当に、今回全国大会の、あの、決勝で出た子なんていうのは、まるちゃんの決勝で出た子は、中学校から柔道始めた子なんですよ。小学校で野球やってたの。だから、指導力あるよね。いやいやいや、全然。だから、まあそういう子たちが、だから柔道を、中学校から始めた子も実は4分の1がいたりとかするんですよ。4分の1、5分の1ぐらいか。ほとんど。意外だよね。やってなかった子。意外。だから、あとはその中学校入っても、小学校の時に。エリートばっかりじゃないんだ。いや、エリートなんか全くいないですよ。実績のある子なんていうのは、ほぼ。今ほら、中学校で強い学校っていっぱいあるじゃん。はい。ああいう学校とはまた入ってきてる層が違うんだじゃん。違います。だから、本当にだからその、東海大相模さん、名前出しちゃって。いや、全然大丈夫。あの、素晴らしい、ね、あの、生徒さん。だって、この間、相模の中学校の監督と俺一緒に話したけど、やっぱりすげえ、いやー、すっごい勉強になりましたって言ってたよ。全然、うん。だから、やっと、その相模の生徒、うん、素晴らしい生徒たちと、今回試合、中3の試合を終えて、同じスタートラインに立ってた。あー、なるほど、ね。負けて、まあ、負けてるけど、全部負けてる、うん、やっとここまで来たなっていうところで中学を終えたっていう感じです。そういう意味で言うと、中学校の3年間という歴史で言うと、うちが取ってる選手は、それよりもう一つ、あの、その中学校の経験値って言ったら下の子たちだもんね。うんうん、全然ね、うんうん。だから俺、やっぱり、自分が育てた生徒と3年後戦うわけよ。うんうん、正直ね。うん、だから、まあ、今はね、全然違う。すごく自分の視野が広がったから、なんかもう勝った負けただけじゃないところがあるんだけど、うん、やっぱ当時本当にもう10年ぐらい前、5、6年、うん、10年前ね、うん、本当にぐーっとその日本一日本一っていうのを目指した時はさ、もうあまあ、もうあんま育てんなよと。お前が育てたやつと3年後するんやっていうのはあったよね。やっぱりね。いや、で、やっぱりさ、でもよく咲くように来てたじゃん。うん、あれ、やっぱりなんでの？いや、もうね、あのね、結局ね、その、まあ、柔道の実績からしたらさ、うんうんうん、そら、国士舘高校であったりとか、うんうんうん、ね、あの、他の学校さんの方が咲くより上の学校っていっぱいあったけど、うんうん、そこじゃないんだよ、俺は。あの、正直俺なんていうのは、もちろんその、日本一になるためにやってるけど、うんうん、俺なんか実績なんて、その優勝とかさほど興味ないんだよ。うんうん、本当に。うん、だからいかに子供たちが、この預かった子供たちをどれだけ、大きくして、卒業させてやれるかが大事なんだよね。うんうん、だからその大きくって体だと。まあ人としてだよね。人として。だからそうなった時に、まあ、佐久の行かせてもらってるのは、うん、もう俺はもう社会勉強やん、完全に。佐久に行くっていうのは。だから、例えば佐久の先輩たちと、うちのさ、中学校1年生の子たち連れてって、練習になるかってなるわけないわけですよ。うん、普通にもうただ投げないと終わるわけなんですよ。うん、練習にはならないですよ。そうじゃなくて、佐久陽高校の、その、先輩たちが、どういう行動をとってるのかとか、うん。どんなところを勉強になってるの？いや、だから、俺が一番活かせたいのは、やっぱりその、気の利き方。うん、気の利かせ方。気配りね。気配りね。うん、だから、やっぱ子供たち、そうだよね、小学校、ついこの前までランドセルしょってた子たちだから、うん、ね。そんなこともわからないし、そんなことを無理やり教えるっていうことも、俺はナンセンスだなと。ああ、見てだから、見て、この子たちが、どう思うかな。うん、ああ。いや、おかげさまでね、うん、だからその、いや、国士舘中学校の子たちがすごくこう、うちの、うちから何かを吸収していってくれてるんだろうなと思うのはね、うん、来るたびに思うんだよ。その挨拶の仕方とか、うん、もちろんそれはこっちでもちゃんと教えてるんだけど、うん、その、ああ、なんかすごくうちに似てるなっていうところもあったりして、うん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 、でも、悪いことじゃないもんね。うん、あの、結構ね、高校さんとかでも、まだ県で2番手とかの学校がね、すごく来るのよ、うんうんうん。やっぱりその同じ高校生でこんなに頑張ってる奴がいるっていうのを経験したいとか、うちに練習来るとな、一気に変わるんだよ。だそういう風に言ってもらえるだけで、なんか作業の存在価値って、その、全国何番とかではなくて、うん、なんかあんのかなっていうのはすごくあって、だから来てくれる、中学生が来てくれるのはすごい大歓迎なんで、うんうん、じゃまた来てもらいたいな。ぜひ、ぜひ行かしてもらいたい。あの、新しくなったからね。本当に行かしてもらいたい。新しくなったから、うん。新しくなって、俺も指導方針いろいろちょっと変えたけど、うん、基本的に根本のベースのコアな部分は全然変えてないから、うん、むしろそれを今までは俺が厳しくして怒ったりしながらやらせてたラインっていうのがあって、うん、で、俺は引いたけどこのライン変わってないから、どうなったかっていうと、うんうん今まで俺がやらしてたラインを子供たちだけでそのラインキープしてるから、ちょっと前よりもいいと思う。すごくいい。雰囲気全然ね。ね、また違うでしょ。うん。
だから俺ね、そのいろんなこう、有名な指導者っていうか中学校の先生って、たくさん強い学校あるじゃない。うん、でね、国士官が俺すごいなって思うのは、俺ね、その、成道の指導力がすごいなっていうのはね、その、今、片下とかなんとかじゃなくて、国士官って、まあ、いろんな学校がさ、中高大とかでやってる学校って、あるじゃん、中高とかあるじゃん。うん、あの、あるいは中学校の時強い集団作ってて、ってあるじゃん。うん、高校もちゃんと伸びてきた、うん。コンスタントに。それダメな年もあるんだろうけど、うん、でも大体中学校の時にパンパンに伸ばしちゃうと、うん、高校行ってなんか伸びきれなかったりとか、結果出なかったりっていう子がいるんだけど、うん、国士官の子たちって上でどんどん伸びていくじゃん。うんうん、で、あれはもちろんその高校の先生の力、大学の先生の力ってのはもう絶対だけど、俺一番最初のに教えた先生の力ってすごいでかいと思ってて、だから俺も作業の子たちが社会人とか大学に行っても、頑張れるようなところを考えながらやっぱ指導はしてるんだけど、うんうんうん、そこはね、多分ね、いろんな学校あるけど、一番だと思うんだよね。俺だからそれ、成道がその指導力あるなっていうのは、うん、ちゃんとその先で伸びてるよねって、潰れてないよねっていう。まあさ、中には潰れる子もいるだろうけど、うん、そう考えたときに、俺、やっぱりさ、人間ってさ、なるべく後で幸せな思いした方がいいわけじゃん。うんうん、小学校の時に強くてさ、あるいは中学校の時で強くてとかよりもさ、うんうんうん、上で上でいい思いした方が人間って幸せじゃん、うんはい、なんだったら俺は柔道をやめた後に大人になった後にいい思いできるっていうところがやっぱり最終到達点だと思ってて、だから今その瞬間勝たせようとする指導と、もちろんその瞬間勝たせようとするんだよね、うんうんうん、だけどその先にその奥底にちゃんとその高校行ったら高校の先生の指導を受けて伸びるんだよとか大学行ったら大学の先生の指導を受けて伸びるんだよ、社会人になったら社会人の場所で活躍できるようになるんだよっていう、うん、多分ね、そういうベースがあるんじゃないかと思って、うん、あのね、そこめっちゃ意識してる。そうでしょ。だから出てこないもんね。あのね、もちろんね、うん、はっきり言わしてもらって、うん、例えば本当に中学の日本一だけさせるっていう思いがあったら、うんうん、俺もっとなってる。自分で言うのもなんだけど。なるほど、なるほど。もっと北に使ったり。だって正直申し訳ないけど、うん、今の柔道スタイルって、うん、俺本当に、ね、中学校の試合とか見てる。わかる。どうなのかなって思うの。いや、ちょっと今のね、中学校の柔道スタイルって正直言って打ち込み必要ないから。今の試合は打ち込みも、ね、それから、なんていうのかな、投げ込みも何も必要ない。寝技も。ただ、相撲が強いやつと、片手を動かせるやつ。これができれば中学の試合勝っちゃう、今のルールは。だから、俺は、だから、もちろんいろんな、そのね、学校のやり方があるから、俺は別にそのいろいろやり方があるから、ね、学校素晴らしい監督さん、たくさんいらっしゃるんで、他の学校がどうこうってことじゃないですけど、俺は、例えばいろんなやり方があるけど、そのいろんなやり方をしてまで子供たちを日本一にさせたいと思わないですよ。なるほど、ね。だから、このやり方で日本一になれなければそれでいいと思って。うん、だから俺はもう本当に顎に視点を置いて柔道に2本取ってここでやれ、だから今こうちょっと傾くこういうスタイルの柔道っていうのはすげえ流行ってるんですよ、こういう感じでやる柔道が。でうちの子たちはいつもこんなって負けちゃうな、釣り手越しとかね、負けちゃうんですよ、うんうんうん、だからもうそれでもいいから頑張ってやれって言ってまっすぐやれって言って、まあもちろんなかなかできないですけど、でも俺はそういうやり方をしてそこでとことん貫いてって勝てなくてもいいじゃねえかって、うんうん、お前たちは曲がった試合はしてないんだから。なるほどね。だからやっぱりそれっていうのはさ、うんうん、指導者がやっぱり自分の利益のためにやってないっていうことの表れだよね、うんうん、だってそうじゃん、今勝たせることが評価が上がるわけじゃん、うん、でも子供たちのね、その先の柔道人生とか考えた時に今もちろん勝たせに行ってるんだけど、うん、そこで例えばそのこういう勝ち方で勝ってもダメなんだっていうことを、うんうん、やっぱりちゃんと指導者が理解してる。そうするとそこで子供たちが勝てなかった時に指導者は勝たせれなかったっていう当然レッテルをもらうわけじゃんか、うん、だけどその先この子たちがその先3年後とか何年後かに勝った時に本当に成功だもんね、うん、でもそれは評価されないじゃん、うん、でやっぱ俺見ててすごいのは絶対さ高校の試合とかに顔、まあ、忙しいからなのかもしれないけど、出してアドバイスとかしないじゃん。自分が育てた生徒って、やっぱり、俺もそういうとこないんだけど、でも、そういう人もいるじゃない、うん、自分が追っていって、うん、俺が育てた選手なんだっていう。いや、わかるよ。俺だって今、高橋翼とか長澤とか電話とかいつもくれるし、でもね、やっぱ、そこは俺たちが踏み込んじゃいけない領域だって俺は思ってて、次の先生の、
やっぱり采配があるじゃない。うん、だからそこを国士舘見てても、絶対出てこないもんね。あのね、それは俺も、あの、中学校卒業するときに、必ず言うんだよ、中3に。うん、もう、俺の手元を離れるから、うん、俺が昔どうだったとか、うん、何先生がこうだったら、絶対口にするなよ。ああ、素晴らしいね。絶対そんなこと思うなよ。お前らはこれから桃先生に世話になるんだ。桃先生が絶対だから。って言って送り出す。いやー、それを言われた子供たちはさ、うん、高校の人たちも嬉しいけど、子供たちは幸せだね。なんかあったら俺のとこに来いっていうのも優しさ。うん、でも、ね、いや、もうお前らがなんかあった時に頼るのは俺じゃないぞって言ってやるのはもっと優しいのかもしれない。うん、ああ、そこは俺すげえなと。まあ、そこでさ、まあすごいなと思ってさ、まあ、これほんと、一つ三段なんだけど、いやー、成美先生が育てた先生と送ってよ。絶対あかんな絶対あかんな、ね、だからね、それは言えないな。それね、あの、ほんと絶対それ現実的に無理じゃん。無理だね。無理だから言えるんだよ。無理だから言えるけど、絶対ありえないから言えるけど、それはでも俺も、マジで夢だよね。いや、普通のね、なんか別にその全国優勝するとか、そういうことじゃなくてもいいんだよ。別にそうじゃないんだよ。うんうん、なんかこう、俺が高知小学校の時にこうね、預かった子たちを兄貴に面倒見てもらいたいっていうのはあるんだよ。だから俺は別にその日本一とかさっきも言ったように、そういうことじゃなくて、将来豊かな人生を歩んでってもらいたい、中の一つとして兄貴に預けたいっていうのはもちろん。ありがたいね。ありますね。うん。ただ、やっぱりね。それは無理だよね。うちに来てくれる子供たちが、国士舘の子だから。国士舘に、高校に行きたい、大学に行きたいから、国士舘中学に来てくれるから。俺も絶対にさ、冗談でも声かけないじゃん。冗談でも言わないじゃん、俺。国士舘の子たちに。言ったっていいような感じだけど、冗談でも言わないじゃん。だからそこはやっぱり自分の中の、まあ俺のプライドもあるし、やっぱり、あの、国士舘で。まあ絶対もらわないと。取らない。もしそうだったらね。絶対。なんかの事情がない限りはね。なんか特別な事情があればあれだけど。だけどやっぱり、俺も高校の先生、大学の先生にも預けるじゃん。ここの大学に行かしたいな、この先生に教わりたいなっていうのすごくあるし、逆に、この人が教えた生徒もらいたいなっていうのはあるもん。あ、この学校でやってた子欲しいなっていう。あ、ここで教えてもらった子たちだったら面白いだろうなとかさ、やっぱそういうのはあって、まあそういう兄弟とか国士舘とかいうしがらみとか全くなくして見たときに、まあ純粋に伸ばしやすいよなって、すげえ伸ばしやすいよなって、まあ正直国士舘中学の生徒うちに来てる子たちよりはさぞはるかにテクニックあるけど、その並みいる強豪校の子に比べるとテクニックに特化してないじゃん、組手とか。まだ、あの、なんつうの、遊びが、伸びしろがあるじゃんよ。その、なんか、いじりるしろ、あの、あれがあるじゃん。だそういうとこ見て、でも基本的にやっぱり国士舘イズムっていうのが入ってて、柔道に対する思いとか、勝負に対する思い。それが、うちに来てる子たちは、その、ちゃんと作ってきてくれる子たちもいっぱいいるし、そうじゃない子たちもいるよ。なんか、田舎の中学校でほんと一人だけでやってたとかさ、週に2、3回練習してたとかさ、あるいはそれこそ柔道じゃないことやってたとか。だからその子たちをやっぱりどうその3年間でそこまで追いつけるかっていう人間教育の面白さがあるんだけど。でもなんかもう今これ言うけど、まぁ、今回相模高校に準決勝で負けて、まぁ、国士舘高校が優勝して、本当にこれ、この間相模の監督とも話したんだけど、負け惜しみじゃなくて、もうなんか自分の、なんかこう、出番っていうか仕事終わったかなって。っていうのがやっぱ国士舘とか相模のエリートの子たちがすごくこう、なんていうの、今まで以上に頑張れるようになってる。そこがやっぱり強い子たちがあぐらをかいてるところにつけ込んでいったのがうちの地方としての役割だったんだけど、で、それが日本柔道のためになると思ってたから、でも今見てると、もう、強い子たちがそれできてるから、作業は作業の、やっぱり、意味はあると思うけど、もう自分が前線でギャー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 やるのは、もうそろそろしまいでいいんだなって思って、もう次のステージに俺も行きたいなと思ってるし、ただやっぱり今、現実に目の前の子供たちが日本一を目指してるんで、そこはもう全力でね、こっちはもうサポートしていく。だから全力でサポートしていくだけなの。全力で引っ張るんじゃないんだよ、もう俺ね。だからその辺でちょっとずつこう自分の中ではこう変わってきてるんだけど、まあこの先の、でも国士舘だからね、成美先生の立ち位置も、これからまあどう変わっていくのかなっていうのは、まあでも俺もやっぱね、やりたいことやりたい。
最後は、うんうんうん。だからずっとやっぱ。何なんですか、やりたいことは。これ、まあまあ結局ね、柔道でね、生かされてる人間だから、うんうんうん、それ柔道から離れるってことは、ね、ないよね、もうね。ないです今更ね、うん。ただ、やっぱりその、勝負、本当にその勝負柔道っていうのが。チャンピオンシップじゃなくて。うん。俺ずっと、やっぱ自分、まあ強くはなかったけど、うんうん、まあ子供の時から勝負に徹してやらされて、うんうん、で、今も、この敷かれたレールの上をこう歩くようにずっと国士舘中学校でこうやらせてもらって、うん、まあ正直ね、いや俺柔道大好きだから続いてると思うんですよ。まあそれは間違いない。だから、うん、俺なんでたまに思うの、なんでこんな苦しい思いをしてるんだろうなって思う時がよくあって、うん、で、俺って本当にこれやりたいのかなって思う時があるんですよ。うん、だからね、でも本当に冷静に考えた時、でも柔道大好きだ。ってなった時に、俺、あのね、ほんと、今だから言えることなんだけど、俺ももうそろそろ監督としては晩年に差し掛かってるなと思うんで、ほんとに。だから、そこの中で、俺、今だから言えるんだけど、うん、俺って実は全然負けず嫌いじゃないんだよ。そこまで。もう絶対負けたくないとか、まあ、子供の前では規制派っていうね。子供ひ、もう引っ張ってやらないといけないっていうところもあるから、うん、わざとそういうところを見せるけど、俺ね、ほんとにあんまりね、負けても本当に悔しいなって思うことはそんなにない。それはね、俺見てて思う。あ、そう思う。あそこが一番俺と違うと思う。俺はもう極度だから。うん。いや、もちろん悔しい。いや、わかるよ、わかるよ、わかるよ。でもなんか、なんか逆に、いや、こう、それよりも、精一杯やったな、子供たちは。もうちょっとこういうことできたらな、とか、そっちの方ばっかなんだよ。悔しいっていうことよりも。もっとなんかしてやれたことなかったかなとか、でもよくやったよなとか、うん、本当にそういう感じなんだね。で、だからそうなった時に、俺、そんなにその勝負事があんまり好きじゃない人間なんだよ、実は。うん、だから俺は、その、もう晩年に差し掛かってるから、うん、まあもう次のプランとしては、うん、本当に子供たちに、もっともっと下の子供たちに、楽しく、な柔道を教えたいんだね。柔道を教えたいんだね。勝つことじゃなくてね。ニコ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 して、なんかね、やりたいなって。やっぱ子供が好きだからさ、俺は。だからそういうところで、こう楽しく。でも柔道もの、その柔道界に世話になったから、ね、恩返しは絶対にしたいと思ってるから、その底辺拡大とかね。まあ、それが一番やりたいかな。あれだな、なんか俺もさ、お前もさ、結局この今この第一、うん、なんつうの一戦っていうかさ、まあ一つ目のステージでもがいてんじゃん。うん、まあもがいてるっていうか、まあ、レベルはちょっと違うけど、やっぱりそっちは全国のあれだけど、次のステージに行った時に俺とお前の本当の性格のなんつうのこのキャラが出るかもね。うん、今は言ってやってること同じじゃんか。うん、ただそのアプローチの仕方が違ったり、うん、環境が違うだけで、次選んだステージが、二人の本当の性格の違いが出るのかもしれないね。うん、それもそう。それは思うね。うん、あで結局ずっと柔道やっててこういう世界にいるから、なんか、なんか似たように、やっぱり、そうだよ。思われるやん。うんうん、声も似てるし。うんねだから俺、うちの生徒が本当は、作業が国士舘公演練習来てる人が、うん、兄貴が声出したらパーって振り向くから、ね。そうだよ、これ、ね、YouTube だから、これ、ね、絵があるからいいけど、うん、ラジオ、わけわかんないですよ、ね、どっちが言ってんだよっていう。そうそう。だから、まあ、同じようなタイプの人間に思われてるかもしれないけど、実は全然違って、そうだね、まあ、そこは本当にそうだね。第2のステージ行った時に、うん、同じ柔道でも、うん、その柔道の関わり方が全然違ってくるんじゃないかな、ね。だな。それ楽しみだな。そうかもしれないね。ああ。いやいや、今日ね、深い話できたな。これ最初のさ、立ち上がりさ、どうなるのかな、俺、と思って、俺。めっちゃダメだろ、ね、とかさ。もう、伊達政宗の話したいよ。いや、知ってる、それね。そんなもんじゃないから、ね。わかるよ。もう、ほんと、これ、氷山の一角だよ、ね。優しくしちゃって、そこはもう、触れないようにやろう。いや、でも、本当に尊敬してるんで。いやいやいや、もう、最後、本当にいい話。これだけよろしく、うん、本当俺さ、うん、最後にさ、うんいや、いろんな柔道界とかも、いろんな素晴らしい先生方、たくさんいらっしゃるんですよ。うんうんうん、だから、すごいなって思う先生は、たくさんいらっしゃるんだけど、うんうんうん、この人を、なんか、すごく参考にしたいとか、真似したいとか、尊敬してるって先生は、正直いなくて、全然全然いなくて。でも、兄貴は、まあ、兄貴の指導の仕方って、まあ、いろいろね、賛否両論あると思うんですよね、昔からね。でも俺はね、やっぱね、見たすげえ。そこでな、そこでな、そこで、そこで来たの。い
やでも本当にいやいやありがたい。これあのね兄貴はねただその好きなだけじゃなくて、うん、いや本当に兄貴すげえなってマジで思うことがあって、うん、いろんなところで、うん、いやいやだからありがたいっすよ。兄貴にはいやその実績はねたまたま俺は星間にいるからそのなんかねえよ。おわ来たゲストよし。じゃあ今ちょうどエンディングだからよ。エンディングだからこっち来いよ。ほら最後これいいいいよ。さっきの話、うん、ちょっと座ってておとなしく、うん、で国士舘にいるからその日本一にさせてくれてるメンバーも含めて、うん、っていうのがあるんですけど、昨夜なんかはやっぱりねいろいろ大変なところがあってなかなかまだ日本一になれないっていうのがあるかもしれないですけど、でもエンディングだ。入った入った。はい、自己紹介して。え、なんでよ。名前何？川泉。川泉。何年生ですか？1年生。はい、小学校1年生でーす。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見て。で、うん、だからそういう面では日本一に、うん、っていうことはまた別の話として、うん、でも、俺はそういうことじゃなくて、うん、本当にその兄貴のそのスタイル、うん、とか指導力っていうのは、もう俺とは比べ物にならない。なんだね。いや、マジでマジで、本当に。そういう面では、追っかける存在、俺が追っかける存在はずっとあるんですよ。本当に、間違いなく。だから、そういう面では、まあ、追っかけさせていただきたいとは思ってる。あ、ありがとうございます。でも、そこに負けないよ、ね、兄貴しかいないと思ってる。負けないより、また受けるところ。頑張りたいと思ってる。まあ、俺と違って、やっぱ子供が、ね、ね冗談だけど、守るものが、俺は奥さんだけだから。まあ、他にある状態でやっぱり大変だと思うけど、まあ普通に俺の母校としてさ国士舘は、まあ、ずっと末永く強くなってもらいたいんで、はい、まあ、その基礎っていう一番大事なところになってる、まあ、大事なポジションなんで、まあ、これからも、まあ、頑張ってくださいよ。ありがとうございます。じゃあ本当、はい、ありがとうございました。今日いい話したわ。じゃあまた今年もいい年になるようにお互いに頑張りましょう。じゃあ試合で試合であ来年か来年かどっかでちょっと今度試合します。史上最弱の兄弟対決やりましょう。足取ってみこんなことやらんじゃんということで言いたいと思いますんで、じゃあ皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。